はい、セルフクリエイトの川島慶三です。今日もですね、西宮は恵比寿神社です。はい、まあ年末も押し迫ってきましたのでね、今年1年の、ご守護の感謝というかね、まあうちの方のね、鎮守神社にもなりましてですね、この西宮恵比寿神社の方にね、まあ正式には西宮神社というんですけども、こちらの方にねお参りをさせていただいております。はい、まあお天気もね本当によくってね、朝早くから早朝からね皆さんお参りされておりましてですね、はい、心地よいそのまあね、気をご神気をいただいてるというかね、自分自身が、こういう場所に来ることによってね、みそがれ、そして、まあ、神様とエネルギー交流することによって自分自身のねこの扉をね開いていくようなね、そういう参拝をねさせていただいているわけなんですけども、まあ、ちょうど今年はコロナ禍の影響もありましてですね、まあ、人混みは避けたいところなんですけども、少しねずらして、お参りをすると、まあ空いてる時間帯とかもありますしね、正月どうしても1日とか思いがちですけども、はい、少し避けて、はい、お参りをできたらなと思います。本当に1年の感謝ね、まあお礼参りというかみそかもおれ、それと、それから初詣ね、今年一年の感謝をお伝えして、そして新たな気持ちでまた、新年に今年はどのようにしていきたいのかとね、今年は何をするのかみたいなね、自分自身の決意表明でもありますのでね、そのようなこと、もう古くからこの日本でずっとやってきてるね、習慣でもありますのでね、大切にしたいなと思います。はい、岩津美神社ですね。もう西宮恵比寿神社の地主神をお祭りしているというね、もう岩津美神社ですが、こちらはね伊勢神宮の礼拝所になりますね。太陽の光が本当にね、さんさんと暖かく照らしてくれています。はい、こちらからね伊勢神宮に向けてお祈りをさせていただけたらと思います。はい、天照大御神ね、とことの限りよね、ありがたいご陽気をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。松尾の神社ですね。住吉見舞の、それから大山国の、それから猿太鼓の御子供を祀り